最近あったきらめいたことは、兄と本トークした。位置についてよーい、ワンツーワンツースリーフォー、サンドリオンザレイディオ、楽しんでいこうね。あなたも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 みんなラリオ、理由なんていらないよ、ついてきてほしいの。 約束ね、19時に集合。皆さんこんばんは、黒木あのかです。こんばんは、小山桃です。2人揃ってサンドリオン、やったやった、嬉しいです。音符マーク、この番組は声の力で世界にきらめけをコンセプトに活動中の私たちサンドリオンがパーソナリティを務める文化放送初の冠レギュラーラジオ番組でございます。99回目、イエーイイエーイイエーイ、嬉しいね、嬉しいね、続いてます、続いてます、すごい。来週100じゃん、それなんか信じがたい ね、 ねあっという間です。すごい、ありがとうございます。楽しいことばかりやってきました、はいはい、これからもよろしくお願いします。お願いいたします。でちょっとね、最近たくさん本を読んでるんですけど、うんうん、いいね。それをね、忘れないようにツイッターに投稿するのが趣味ではあるんですが、うん、それを見て、うん、いつも母親がなんかメッセージくれるのよ、うん、お母さんもあれ読んだわとかさ、うんうん、お母さん読んでないけどおもろかったとかさ、うんうん、なんだけど、お兄ちゃんも本を読むくせにその話題にあんま入ってこないの、はいはい、私とお母さんのやり取りが家族の LINE で、あ、家族 LINE でやってるのね。そうそうそう、うん、行われてて、ちゃんと既読はついてるから、うん、見てるのに入ってこないことが多かったんだけど、うん、なんかこの前そのツイッターに投稿した作品は、うん、俺も読んだでってお兄ちゃんからまずメッセージが来て、家族の LINE にさ、うんうん、もうさ、私は寝ようと思って、うん、もう携帯を見ないようにしてたのに、あ、誰と思ったらお兄ちゃんだったから、うん、電気つけて、お兄ちゃん、お兄ちゃん、かばって起き上がってさ、ちゃんとねメッセージやり取りしたんだけど、うん、あのその作家さんの映像化された映画の方、うん、もうめっちゃ良かった、うん、から、はい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 、そう、あの私が読んだのは、うん、宇山圭介さんのこの恋は世界で一番美しい雨っていう小説を読んだんだけど、すごいいいタイトル。そうなので、その人が書いてる桜のような僕の恋人、なんか去年だったかな、うん、の春前ぐらいにネットフリックスで配信された映画で、それ私はでも作品のタイトルは知っててさ、ネットフリのなんか広告というかさ、一番上にボーンって出てきてたから、うんうん、ふーんって思ってたんですけど、全然こう、まあ、守備範囲外というか、うん、あんま純愛系は見ないから、うん、ふーんって思ってたんですけど、うん、もうお兄ちゃんがその映画はすごい良かった。あと松本穂香さんかな、うん、がお兄ちゃんの推しなんですよ。お兄ちゃんアイドルを推してたんですけど、今ちょっと結構女優推しになってて、そうなのよ、松本穂香めっちゃいいからみたいな、最近サンドリオンも来てくれないもんね、お兄ちゃん。そう、来ない、うん、来ない。そうなの、まあ、誘えば来ると思うんだけど、なんか誘うのも尺じゃん、うん、そっちからそう、うん、来たいなって言ってほしいからさ、うん、ふーんと思って、だからちょっとこの映画も見ようかなって、うん、あ、よ、うん、面白かった気がする。本当、うん、見た見た。そう、でもちょっとあらすじで割とネタバレ食らった。まあ確かに確かに、展開というか、そういうこういう話なんだっていうのは分かるよね。そうなのよ、だからちょっと、あ、結末まで割と見えたなと思いながらも、うんうんうん、でもせっかくお兄ちゃんからそうやって言ってくれたから、うん、見ようかなって、もういいね、思ってます。嬉しい、はい、ニコ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 ニ、はい、ということで、じゃあ早速始めていきましょう。サンドリオンザレイディオスタート。改めまして、サンドリオンのオレンジ担当、黒木あのかです。緑担当、小山桃代です。じゃあメールを読んでいこう。お、なんか長いわよ。おっと、コンドルになりたいコンコルドさんです。ありがとう。黒木さん、小山さん、こんばんは。こんばんは。そして秋葉でのリリースイベント、お疲れ様でした。ありがとう。絶対ネットに上がってはいけないお話を聞けたり、
個性の強いスタッフさんを知れたり、普段のイベントとは違った雰囲気で楽しく過ごせましたよ、うん、お渡し会では、直接お礼や励ましの言葉を伝えたりもらったり、心がほっこりして、個人的に小山さんに60回払いの洗濯機の良さを伝えられてよかったです。洗濯機といえば俗に白物家電と言われていますが、今は高額なものから低価格のものまで販売されていますが、うん、お二人はこれを買って QOL が変わったや、うん、4月からの新生活で家電を買うならこれを意識しておけなどありますかと。なるほどね、はいはいはい、白物家電、はいはい、うん、そんな言葉があるんですね。いやいや、 QOL 爆上がりしたのはやっぱドラム式洗濯機かな。むいちゃんはね、もうそうだよね、うんうん、それはそうだと思う。私なんだろうな、でもトースターかもしんない。これ買ったんじゃなくて誕生日プレゼントに番組でいただいたんですけど。最高じゃん。そう、トースターってあるとめっちゃいいんだよね。まあなんか必需品かと言われたら正直、まあ、予算とかあるだろうから外れちゃうんだけど、うんうん、でもね、あるとやっぱいい。トースター、そのトーストできるしさ、うん、食パン、うん、あとなんか買って帰ってきたちょっといいとこのドーナツとかさあ、はい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 、はい、あと何ワッフルとかを、はい、もう一回焼けばマジでサクサク、そう、うん、美味しくなるから、はあ、そういう意味でなんか QOL は上がったかなって。いい、ね、確かに私さ、電子レンジを結構前に変えたの、結構前、ほんと2年経ったか経ってないかぐらいに変えたんだけど、うんうん、それまでは500ワットまでしか暖かさが最強だったのよ。でもそれが600とそのさらに上も選べるようになって、うん、やっぱ600ワットあった方が時短めっちゃするなってちょっと思う、うんうん、そうね、そう、500ワットでも全然困らないんだけど、かかるよね時間はね、うんうん、600ワット欲しいなって思った。確かにそこは選べるやつがいいかもな、うんうん、私はさ、そのなんかもう引っ越し、一人暮らし、うん、するときに4点セットとか5点セットで、うん、一番安いやつ買ったから、うん、私もそうだった。冷蔵庫もちっちゃいし、うん、なんかまあ電子レンジも一応500、600選べるけど、うん、もうちょっとなんかいろんな機能あった方がいいなとか。そうなんよ、私もそのセットで買ったから、うん、だんだん一個ずつガタが来るんだよね。わかる。そう、洗濯機も割れてる、割れてるけど使ってる。そう、私も柔軟剤が全然変わらなくなって洗濯機変えたりとか、冷蔵庫も閉まらなくなって変えたりとか。結構限界、限界じゃん。閉まるんだけどなんか数分後に開いちゃうようになっちゃってそうそう、で変えたとか、そういうなんか一個一個ちょっとボロが出てきて、うん、まあ、使えるまではやっぱ使いたいじゃん、家電って大きい買い物だから、うんうん。いや、そう、冷蔵庫さ、私開けっぱなしにしててもピーって鳴ってくんないから、あのなんかパーンって閉めたらブンブンって反動で開いちゃうの。わかる。でそれで結構なんか冷凍食品とかダメにしちゃったりしてて、うんうんうん、だからあのピーって言うかっていうのは意外に大事な気がする。確かに確かに、そうなのよ。そう、何点セットみたいなのめっちゃお得なんだけどね、うん、でもやっぱいいもの買った方が長持ちはするよね。そう、10年とか15年使える。そう、冷蔵庫今自炊結構するようになってからめっちゃちっちゃいなって思うようになって、うん、マジで冷蔵庫はね買いたい。洗濯機より買いたいかも、うん、大きくても電気代買わないって言うからね。そう、そうなのよ、ね、マジで変わんないらしいから。そう、低燃費。あ、そっか、新しいやつの方が逆に電気代がね。だからいろんな話を聞いた方がいいと思います、うんうん、予算はこれですって先に言うけど、うん、はい、60回払いでもいいんだよ。無金利、私がそうだから。はい、続きましてラジオネーム西谷さんです。桃江ちゃん、ほのかちゃん、こんばんは。ばば、ふるさと納税が全部届き、確定申告を終わらせたら新たなふるさと納税で豚肉4キロが届きました。どうやら候補に入れたけど最終的に外したものを間違えて申し込んでいたみたいです。冷蔵庫がまた大変なことになってしまいました。お二人は鍋や生姜焼き以外でおすすめの豚の薄切り肉1袋 300g を使うレシピはご存知ですか？300いっぱいで、やっぱ自炊してる方の4キロ、一袋、確定申告、業者すぎ。おいおい、確定申告終わってるからもう話入ってこなかったもん ね入れなかったから。それに衝撃だったよね。ちょっと確定申告終わらない。いや、マジで早いね。偉いね。偉い。いや、そうだな。でも私も基本やっぱり鍋か生姜焼きにしちゃうんだよね。
何、私あの豚肉だったら、うん、あのもやしとかを入れて豚肉上に乗せてチンしてポン酢かけて食べちゃう。それもいいね、うん、野菜炒めにね私入れるの好きよ、豚を、うんうんうん、野菜炒め好きなんだよな。豚そもそもポーク、あでも違うな、豚薄切りだもんな。そうミルフィーユ鍋なんて一生食べれるわ。そうね、食べ過ぎちゃうんだよなあれって、うん、美味しい本当、簡単だしね。でも生姜焼きでよくない？生姜焼きにあのもやしを入れる日と玉ねぎを入れる日っていうのを作れば、うん、ちょっと食感変わるし、うん、いいですよ。あの桃屋の刻み生姜を使えば、うん、バーリうまいけん、うん、あれあれ博多、博多の方、博多マンになっちゃった。でも薄切りっていうのがちょっとむずいけど、うん、でももうご飯とかに絶対合うんだから、うん、もう薄いけど焼いちゃってなんか焼肉のタレとかぶっかけたら何でも美味しいでしょ。でも絶対いいやつが来てるじゃん国産の、うんうんうん、だから何しちゃってうまいよな。そういいよいいよ、なんかとりあえず生じゃなければ食べれるよ。豚汁にしたっていいじゃん、ね、あ豚汁めっちゃいい、うん、豚の脂がいいねいいねじんわーって出ていい、そうしてください。おすすめですお腹空いてきた。カズフィーさんです、黒木さん小山さんこんばんは。こんばんは。この時期はいろんな場所でチョコレートが発売されていますね私はチョコが好きなので嬉しい季節なのですが、うん、お二人はいかがでしょうか、うん、お好きなおすすめのチョコレートがあれば教えてください。私まだ目に入ってないんだけど。げーあんた下向きすぎじゃないでももうこれを取ってる時はもう2月ですし、もう本当にあと数週間でバレンタインだけど、うん、本当にそんな、いや行ってないんだ多分どっしゃお店とかに、スーパーとかコンビニ行かないようにしてるんですよ最近、使っちゃうから。わかる、700円ぐらい使っちゃうよ、ね、そうな、1回700円とか使っちゃうから行かないようにしてて、そしたらなんか季節感まるで知らないわ、そんなにチョコだらけなんだ今でも節分ちゃんとやってたのにね。そう、それはなんか一緒にいた子たちとそうやろうぜっつって。ちょっとチョコレートって単価がだいぶね、ま、たそうよね、価格がグンって上がりますから。好きなチョコレート私はビタメールっていうところの、あのナッツがちょっと入ったチョコレートのクッキーみたいなやつと、うん、あと生チョコ、純生ショコラっていうやつ、そこはビタメールで売ってる2つの人気商品、それが好きで、毎年買ってるかな。そうこれ、これめっちゃ美味しいんだよね。うまそう。そう、そうなの。それはね全然美味しく食べられる、豆っちゃ豆なんですけど。バレンタインってさ、どこから来た文化なの？日本じゃないよね。日本が作ったんじゃないの？日本が発祥なのかな。海外からだけどチョコを渡すって言ったのは日本。あ、チョコを渡したのは日本からなんだ。バレンタインという文化自体は海を越えてやってきたけど、そう、韓国と日本が女性が男性にチョコを渡すっていうのがあって、それ以外は結構男性から女性に何かをプレゼントするっていうのがメジャーなんだよね。え、じゃあホワイトデーっていうのはやっぱ日本独自の文化ってこと？そうかも。へー、なんてことを始めてくれたんだいいじゃんね、楽しい。あ、チョコ会社ね。だってもらえない人は傷つくしさ、うん、なんかかわいそうにかわいそうな日じゃない。だってそんなことない、幸せ者同士のさ日じゃん、そんなあ、リア充文化かもしれないね、うん、でもあの2月14日っていうのは、うん、バレンタインデーでもありますけど、ふんどしの日でもありますんで全然あのふんどしを履いて気分を高めてお仕事とかしていただければなと思いますよ。確かにね、なんか風邪ひかなさそう。そう、一応なんかふんどしって語呂合わせ結構無理やりなんだけど、どしね、10と4だからね、14を10と4に分けて、なるほどね、ふんどしなるほどね、はいはいはい、皆さん素敵なバレンタインを過ごしましたか続いてラキシスさん、ありがとう。ほのくもーちゃんこんばんは。先日ドラッグストアにトイレットペーパーを買いに行ったところ、いつも買っている安い商品が売っておらず、泣く泣く高めの商品を購入しました。お二人は最近意図していなかった無駄遣いで悔しかったことはありますか？なければおすすめの節約方法を教えてください。ギヨーン、節約方法でもさ、これ別にその無駄遣いじゃなくない？だっていい、ちょっとさ高いトイレットペーパーは絶対にふわふわじゃん、うん、出会えたってことだよね。ハッピーだよ、うん、玉の贅沢っていうことにしよう、神が与えた。そうだね、うん、トイレの神様だね。そうだよ、もしかしたらその安いの使ってたら綺麗人になってたかも、確かしんないから、うんうん、やっぱ優しいに越したことないよな。そうだよ、うん、そうそうそうです。でもなんだろう、無駄遣い、いやむずいな。でも私はあるよ。何？化粧水を買ったら、うんうん、
あのちゃんとストックを昔の自分が買っててあるわダブった。だからまあ別に使えるんだけどさ、その2本使えばいいんだけど、うんうん、どうせ使うんだけどね、使うんだけどなんかあじゃあ今買わなくてもよかったのかみたいな、ね、それでバスマジックリめっちゃあるもんでもわかるよ、いつも買っちゃうバスマジックリ3本ぐらいストックされてる、洗濯洗剤とかね、うん、そういうの溜まっちゃうよね、なんかめっちゃあったってなるかなあ。あとは、うん、なんかアマゾンで一番なんか売れてるティッシュを買ったの、なんか箱じゃなくてあのめっちゃ薄いビニールに入ってるやつ、なんか箱潰す手間がいらないなと思って買ったんですけど、24個セットで1700円ぐらいだったの、あなんか安いかもって思って買ったんだけど、しまう場所ないよね24個もティッシュすごく困ってる。そうなんだよね。だからトイレットペーパーの棚にもティッシュ入ってるし、うん、あのその洗濯洗剤入れるとこにもティッシュ入ってるしなんかなんていうのパイプユニッシュとかマジでたまにしか開けないようなとこにもティッシュ入ってます、うんうん、すごいミッケみたいだね。そうミッケありすぎだけどね。ミッケのさ後ろのページのさなんか何々を3つ見つけてねみたいな、なんかそうでさそれをさもう忘れてまたティッシュ買っちゃいそうで怖いの、うん、怖いね、私今まあ使うからな生きてればティッシュってなって思うんだけどね、うん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 、なんかその辺かな、無駄遣いではないけどなみたいなところかな、うん、そうね。節約方法ありますか、節約大使。最近ねちょっと節約頑張ろうかなって萌ちゃん思ってると思うんですけど、いやマジでコンビニ行かないことなんよ本当に、うんうん、外食っていうかその友達とのご飯とか、うんは、うん、なんか断りたくないじゃん。だからそのために貯めるのよ、一、まあね、人のご飯の時のをどうにかちょっとねこうコツコツ貯めて、うん、そう誰かと友達とご飯に行きますよって時に使えるようにしてるって、うんうん、それだけでいいの。タンブラーも持ってるじゃん。そうだよ、始めたタンブラー生活。始めたコンビニで毎日毎日100円ぐらいの水を買ってるからさ、水買っちゃうから私たちはさ、なのにさ家にはウォーターサーバーがあるわけよ。水ウォーターサーバーの減りが、まあ、早くなった早くなった、ありがとうございます。ちょっとウォーターサーバー変えようかなって思ってまして。お、ちょっとちっちゃくしたいってこと？いや大きくしたい。今5000円ぐらいかかってる。わかる、多分高いよねウォーターサーバーってね。そう、それが半分ぐらいになりますよっていう営業来た。うん、ビッグカメラ行ったら絶対ウォーターサーバーおすすめされるよね。あ、そうなの。私さこれ悩みなんだけど一個、うん、私そのセールストークみたいな、うん、聞いてると、うん、結局分かんなくなるのよどういうこと？結局じゃあどうしたらいいのってなっちゃうの、うんうん、おすすめはされてるのすごい分かるし、今あなたが使ってるものよりこっちの方が断然いいですよ、いいですよっての分かるんだけど、私機械とかもすごく弱いし、うん、あの人との会話、店員さんとの会話ってすごい苦手で、うんうん、じゃあ結局のことこっちにしたいけど、うん、今使ってる方解約は自分でしなきゃいけないじゃん。それがもう混乱してきちゃって、何をじゃあどうしたらいいんですか、全部やってくれるならいいけど、うん、自分でやってくださいっていうのがさ少なからず半分ぐらいはあるじゃん。あ、まあね、それにが億劫になっちゃって結局断っちゃうの、そっちがお得だったとしても。いやちょっとわかる、うん、そうなんだよな。てかそんなうまい話本当にあるんですかっていう感じになっちゃうんだよね途中から。疑っちゃうんだよね途中で。この人はでも私がこれを契約したことによってすごく幸せな気持ちになって、そうお前のメリットしかないんちゃうんかとか思っちゃうんだよね。なっちゃう。そう、わかる。よくないね、人を疑って生きてしまって。本当疑っちゃうよね。本当すいません、うん、もうじゃあいいよ現状でいいよってなっちゃうんだよね、めんどくさくて、ね、そう、いやわかるよ。あれを取っ払わなきゃいけないのかなとか、どこに設置しようかなとか、そうだよ、そういうのがちょっと一個一個ダメなんよ、ね、苦手なんよ。わかりやすくなんかあの図解付きで説明書欲しいもん、ね、と過剰書きでまずこれをしてください、これをしてくださいとかやってくれるんだったらいいんだけど、難しいんだよね人と人とって、人対人ってほんとむずい。ギュン、はい、ギュン、はい、ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございます。引き続きサンドリオンメンバーへの質問や相談事など何でも OK ですので送ってみてください。ではここで一曲、サンドリオンでネバーギブアップをもう一度。言葉純粋
その日のパーソナリティの2人が文化放送に転がっている何かで対決するその日暮らしのバトルコーナーです。負けた方には罰ゲームが待っております。そしてリスナーさんからはその罰ゲーム案を送ってもらいますよ。いやー、そんなこのコーナー今回はこちらの対決をします。じゃじゃん、ギリギリアイスゲーム。今まあここにですね、あのティッシュうん、すごいパンパンに貼ってあるんですね、うんうん、ここにポン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 、それをここにビー玉が、濡れたビー玉が置いてあるので、はい、うん、サイコロを振って出た数に出たら、これで濡れたビー玉をこうやって上に置いて落とした方が負け。はい、承知しました。ギリギリを狙うというゲームでございます。やったことないですね、このタイプは。やったことない。ティッシュだから何回でもできるんだね、うん、確かにね。では早速対決していきましょう。じゃ、 じゃんけん勝った方から最初はグーじゃんけん、ほい、きた。 2! ちょっとわかんない、最初は落ちないべ、ね、まあ、でも慎重に行こう。あ、いけそう。こういうのって端っこじゃない方がいいのか真ん中の方がいいのかな。あ、結構怖いぞ。怖い、しかも結構濡れてる、結構濡れてる、びちょびちょよ、結構びちょびちょ、ね、2、結構もう沈んでます真ん中。そうかも。このサイコロは 1,2,3 しかないっていうね、うん、あのサイコロです。じゃあちょっとびちょびちょにしまして。いいね、怖い、やばい、掴むのが。おー転がってく、あー、え、沈んでるよみんな、怖い。すごいね、ティッシュってすごいんだね、強度があるわ。2、ずっと2だ。もうやだ、2しか出ない。3出ないだけいいよ。そうだね、3怖いね、さすがに怖いって。転がってくんだよな、あんまり濡れてないところの方がいいよね、濡れが続くと。うん、破れちゃうと思う。くわー、やばい、くわー、めっちゃくわー、沈んでる。だってもうほら沈んでるって、取れかけだよ、沈んでるよ、怖いよ。挟んでるやつが2、取れかけてます、こっちが。怖い、これなんかスタッフさんが濡らさないでやったら全部乗っちゃったんだって。ティッシュってすげえんだよな、ね、うわうわ、すごいでしょ、すごいよ、ティッシュってすごいよ。いや、ちょっと待って、うまい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 、めっちゃやばい、ここ 1! よっしゃ、やばい、怖い、ありがとう。待ってよ、え、どこがいい、もうなんか限界感じてます。1だったら可能性あるよ。意外にね、行っちゃうんだよね。3です。結構いってるで。え、でもさ、なんか思ったよりマジ破れないね。ちょっと転がってくんだよね。そうなの、大集結だよ今マジで。そうだよね。あー、やばい、耐えてます。でもこれ乗せちゃった方がいい。あー、やばい、
乗せちゃった方がもよちゃんのターンになるから乗せよう。はいはいはい、まあ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 、まあ、3 3 3 3 3。あ、じゃあ全部乗せてください。全部だよ、あと3個しかない。確かに、いきます。これ無理じゃない？割とあと3個だから萌ちゃんが全部乗せます。これこれは無理だったわ。しかもなんか1個まだ乗ってるし、ね、対決終了、ということで今回勝ったのは黒木おのかさん。これは無理だった。めっちゃすごい、これこれすごいわ。緊張感あったな。すごいね、もう結構最初から沈んでたもんな。じゃあ、うん、負けた、はい、もやちゃんには、はい、こちらの罰ゲームが何でしょう。ラジオネームおきゅうのきゅうさん、おじさんみたいな話し方でエンディングのお知らせをする。おじさんって何？おじいちゃんでもないんでしょ。ちょっと難しい。難しいね。ということでこんな感じでリスナーの皆さんから罰ゲーム案を募集します。以上、ありもの対決サンドリアンのコーナーでした。サンドリオンザレイディオ。飛ばさないで、消さないで、最後まで聞いてほしいんだ。ただ4分間だけの奇跡。お送りしてきましたサンドリオンザレイディオ、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちサンドリオへのメッセージ、各コーナー宛てのメッセージなどお待ちしております。汗汗。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 ハート、文化放送超 A&G プラスサンドリオンザレディオまで待ってるんだな。メールの場合はすべて小文字で son@joqr.net son@joqr.net だよ。読めるかな。また番組ツイッターで私たちの写真もアップされるので、ぜひフォローしてください。そして番組のアーカイブが毎週金曜17時に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにアップされますので、もう一度アーカイブでも楽しんでください。そしてサンドリオンからのお知らせだよ。びっくりマーク。ベストアルバムサウンドオブベスツが現在発売中なんだけど、みんな手に取ってくれたのかな。ハート汗汗。さらにテレサンドリオン6周年ライブ、サンドリオン6th アニバーサリーライブ、夢中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 を4月1日土曜日、場所はフッサ市民会館大ホールにて開催します。チケットは現在オフィシャル最速選考の受付中だと思います。詳しくは公式ホームページをご覧ください。その他サンドリオンに関する全ての情報はサンドリオン公式ツイッターをご確認ください。ということで本日の放送、ほのかちゃんいかがだったかな。おじさんはすっごく楽しかったけど、ほのかちゃんの楽しんでる笑顔が見れて僕はすごく嬉しいよ。ハート。私も同じ気持ちです。嬉しいなって。次は次の約束取り付けちゃおうかな。やだあ、怖いよ。次回のパーソナリティは小峰さん、黒木さんなんだな。ちょっとなんか もやちゃんのおじさん像さ、ちょっとなんか変じゃない。ちょっとわかんない。ちょっと難しいわ。なんだよ、たぬきちみたいに感じてたもん私。だなも。次回は100回記念なんだなも。はい、ということで今回はこの辺でお別れでございます。お相手はサンドリオンでした。バイバイだなも。